まいちゃん来ましたよ。まいちゃんはもう来たことあるかもしれないけど、山さん初めてで、もうここの雰囲気だけで違うんだよ。え、すごい。わ、いた。こんにちは。ということで、今日は三和カンパニーショールーム、お届けしたいと思います。はい、ということで今日は、三和カンパニーさん、ショールームを徹底解説したいと思うんですけれども、中井さん、今日このショールーム、まあ、東京のショールームかなりちょっとおしゃれなんですけれど、はい、コンセプトっていうのは何かあるんですか？コンセプトは見てお分かりの通り、いろんな自然素材があります、うん、そういうところで私たちは透明性っていう部分を少し表現しています。後でこの透明性の理由で、ちょっとオブジェも結構なんかありません？なんかこう、美術館みたいなものもあるんですけど、この辺もなんか考え方あるんですか？そうです、今はちょっと期間限定でアートのある暮らしっていうのを表現していて、アート作品をいくつか展示しております。なんかちょっと感性が、もうこの時点でワクワクするような形なんですが、早速、解説の方いきたいと思います。で、早速なんですけれど、一番人気キッチンがどれなのか、どこがポイントなのか、まずそこからスタートしたいと思うんですが、まあ、向こうに白いキッチン、こちらにステンレス、これそれぞれ違いますが、はい、一番の目玉ってどちらになるんでしょう？はい、一番の目玉はこちらグラット45のキッチンですね。こちらが一番人気です。グラット45、これペニンシュラーですけれど、はい、一番の特徴っていうのはもう見た感じステンレスなんですけれど、はい、伊藤さんから見た場合どのあたりがお客さんの、まあ、心をつかむっていうか、はい、反応的によくこう支持されてるっていうのはあります？そうですね、オールステンレスっていうところで、まあ、全体的なこのかっこよさっていうところと、うん、あともポイントとしては2つございまして、シンクの部分がこのカクカクとしたシンクになっているんですね、うんうん、これがすごいスタイリッシュでかっこいいというふうに言っていただけます。今他の各そのメーカーのキッチンってどちらかというと機能シンクって言って、はい、こうちょっといや、いろんなものをごちゃごちゃつけたりとか、掃除もしづらい、もうある意味割り切ってると思うんですけど、はい、その辺っていうのはもう明らかにシンク気に入っている方、うん、反応っていうのはやっぱ違うわけですか？そうですね、やっぱりもうかっこよさ、デザイン性を意識して作っている商品になりますので、そこの部分を気に入っていただけるのがこちらのキッチンになります。カウンターはこれ素材はステンレスですけど、この仕上げは何ですか？はい、はい、こちら仕上げバイブレーション仕上げになっております。表面をすでに研磨していることで傷であったり指紋が目立ちにくくなっています。だから昔のその一末エンボスから今はこの小さい小傷を最初から入れておく、うん、ただ言ったってステンレスですから傷がつかないわけじゃないですけど、うん、ある意味もうここまで来ると小さい傷もかっこよさみたいな感じですよね。そうですね。だからショールーム見てもまあこういうふうに小さい傷こういったところあるんですけど、ハードに使うようなイメージが、こちらのポイントかな。あとはこっち見たときにやっぱりありますね、海外製食洗機。はい、こちらの海外製の食洗機グラット45は標準でつけられるようになっています。標準ね。はい、毎日も見るだもんね。はい、見慣れた顔が見慣れた見慣れた家族ですよ、ね、家族ミーレちゃんが入ってますよね。これ60ありますけど、はい、45ももちろんございます、ね、こっちを今度見ると IH でグリルなしをこれは展示しているわけですね。はい、でこっちは引き出し。はい、このキッチンで全部で、あ、レンジフードはアリオフィーナ、はい、富士工業の一番最高級種のデザインフードがついて、これもステンレスの形だから、もうとにかくクロームメッキからこういったシンクも全部含めた形で、面材もステンレス、こちらの内容も全部もうステンレスの塊になってますけど、 IH は、こちら海外製、こちら三菱の IH を使っております。はい、こういった形で、入ってブラックでしまってるんです。はい、この全体的なこのパッケージ全部でおいくらになるんですか？はい、はい、全部でこちらのお値段ですね、170リーズナブル。これ結局、はい、三和カンパニーという、まあ、特徴っていうのはいわゆるその直販ですよね。はい、どういった形でそのこれ購入できるんですかという質問ってよく来るんですけれども、はい、そのあたりっていうのはどういう形でショールーム来られた時にご説明を普段されてるんですか？はい、弊社の方はですね、お施主様から直接購入いただけるようなメーカーになっております。もちろん工務店様からもご購入いただけるようになっておりまして、どちらのお方に対しても金額っていうのは
同じです、フラットフラットです。まあある意味もう前田さん今思うんだけどね、材料ってさ、山さんもニトリ時代さ海外とか行くじゃん、ホームデポとか行くと実際に買いに行くのは大工さんと一緒に部材買いに行くんだよね、うん、でトイレがあったりキッチンがあったり、それがある意味日本にもこういうの浸透している、なんかそんな感じをなんかキッチンパッと見た時に、結構今日本で海外とかに戻ってきて、いやホームデポと同じような形でそのまま自分で購入して欲しいものは、うん、でそこから大工さんにつけてもらって、そんなスタイルだし、もちろん大工さんが、はい、工務店がこれを買いに来てつける、はい、だからそういう面で言うと日本のそういったリフォームの中にそういう一つの形をキッチンとして提供しているのかなと思います。こっちもカップボードもあるんですね。はい、カップボードもございます。カップボードも奥行きが、45、こちらの方、はい、これもまあ、じゃんステンレスの棚板ってすごくない？これちょっと普通で言うとここまでとことんこだわってるのが面白いね。ステンレスだ、扉がステンレスとかじゃないんですね、全部ステンレス、全部ステンレスです。形変わってます、はい、そうですね、こちらのグラッド45の名前の由来でもある45っていうのが扉の角度になっています。これはい、ここの45度ですね。これはねソフトクローズです。多分ほらこのね、この部分ですね、この部分でダンパーがついている、でグラッド45、この側板のここも45なんですね。はい、すごいですね、このあたり45度カットで、ここの部分も留め加工しているので、こうぴったり締めた時に一直線に綺麗に収まるというのがこちらのキッチンの特徴です。いやサンカーパニーさんってこう、じゃあキッチンこれだけのものを作ってっていうことを考えると、よく聞かれるのがこれどこで作ってるんですかとか、自社工場ですか、聞かれません？聞かれますね。弊社工場持っていなくてですね、すべて各地にある中小の工場さんに任せて作っていただいています。だから今の形ですよね、以前であれば工場を持つ製造メーカーって製造の、改善ですけど、逆に言うとアウトソーシングでもう企画ですよね、はい、そしてハブレスで使うことによって、うん、よりそういったコストダウンをしながら、はい、商品化、逆に持たざる系というか持つことをなくすことによって、うん、もう商品の企画に特化するっていう形かなと思うんですけれども、そういう意味で言うと国内は国内という形、国内ですね、はい。で機器類は例えばさっき三菱であったり富士工業であったり、水洗も、はい、どんなメーカーを使いますか？ KVK だったり、あとはグローエなども、はいはい、海外製の水洗もあってミールもあって、はい、ご用意があります。とにかくかっこいい、この辺のデザイン性だと思うんですけれども、こちらはまた違うキッチン、はい、こちらになるとコストパフォーマンスが一番高いキッチンのシリーズになります。お名前は、はい、はい、名前はプレーン系ミディアムです。プレーン系ミディアム、はい覚えたい、プレーン系ミディアム、口の中で、特徴としてはこちらカウンターの方が人造大理石、はい、扉の方は、はい、こちらの方は真っ白いシートをしておりまして、はい、カラーバリエーションとしてはブラックと、あと木目調もお選びいただけるようになっています。白、木目調、ブラック、はい、展開4つっていう形でいいんですね。はい、扉の色4つですね。だからもうこの辺もそのある意味種類というのを出筋にギュッと絞って、はい、その分、トータルコーディネートしやすいもの、その数が少ないがゆえにコスト聞きたい、コストパフォーマンス聞きたいんですけど、おいくらになるんですか、この展示で。こちらの展示でこちらも価格がもう明確になっているので、はい、この値段になります。88万ですね。さっきが170万、そうですね、こちらがもう約半分、はい、サイズも全く同じのものを使用しておりますので、あ、これで2700です。2700で食洗機も入って、ガスコンロも入って、はい、でこのサイドマントルレンジフード、それがあ、じゃあこれね、アリアフィーナが入ってってもすごくない？アリアフィーナでレンジフード内の、まあ、富士工業からするとロールスロイス、うん、もう普通各キッチンメーカーの中で一番高い、グレードにあるのが富士工業のアリアフィーナですけど、アリアフィーナも入って食洗機も入って、向こうだったらアリアフィーナのステンレスの最高級が入って、はい、IH も入ってということですから、その組み替えをすることによって、はい、展示の、価格よりコストダウンもできるし、もちろんです、機器の入れ替えも可能だということですよね、はい。キャビネットの割としては、はい、やっぱりこう工夫があるなと思うのは、はい、このキャビネット自体が大きな引き出し、はい、でこっちの方も大きな引き出し、はい、これは例えばここにはオプションが難しいんですよね。
うち引き出しはオプションはないですね。ないですね。もう弊社はあの、うん、収納の中の仕切りはないのが標準になっております、うん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 、なのでこちらのようにお客様の方でお好きにカスタマイズしていただけるような自由度の高い商品になっています。結局最近もよくあるのがこの内部の中っていろいろ充実してるじゃないですか。例えば水印良品に、はい、IKEA にしても、うん、ニトリなどここにあまりこういったところをやるんじゃなくてカスタマイズするっていうもう割り切りがやっぱり一つのここの価格にも反映されてそれが支持されてるんだろうと思うんですが、はい、食洗機の方はこちらも三菱、はい、三菱です。食洗機自体の品揃えとしては、はい、国内メーカーは三菱のみ。三菱とパナソニック。パナソニックで海外食洗機はミーレとガゲナウです、ね、ミーレとガゲナウが入るんですね、はい、ガゲナウだよ最高級だよガゲナウ王様ですね。王様ですね。だから結局この何で勝負するかっていうと価格で勝負してるように見えて実はアリアフィーナであったりその、バイブレーションのステンレスであったり商品のいいものをグッと安く普通その各メーカーだとあまりいいものだと、まあ、ちょっと手が届かなくない、ね、こんなステンレスの生ステンレスであったりこの金額の中にアリアフィーナ入れてこの金額で88万いやリーズナブル88万のケチに見えないですよ、うん、いやすごいだからこそやっぱりその辺があの割り切りもありますよね。色の品揃えの素材とかキャビネットの例えば個数を少なくして内部のところは少ない、うん、だけどやっぱりデザイン性には尖った部分があるな。こっちの方でちょっと聞きてみたいんですけど、はい、カップボードもやっぱり色合わせしたいしいろんなもの欲しいなってなった時に、はい、こちらはこういうトール収納、はい、オープン収納で引き出し開き、これ以外に例えば今展示にある以外に何かそういった収納みたいな、バリエーションはありますか？基本的にはその3つの種類からなっていますね。でトール収納の中にはこの上から下まで1枚板になっているタイプもございます、うんうん、これはちょっとあれですね。こうやって、はい、やはりさすがにカップボードなんでここのところには内引き出しが品揃えがある、うん、はい。じゃあここまで言ったけど結構なんか面白くない？私は未だにあっちの170万にびっくりした、うん、安いそうですよね。あのこの見た目だったらなんか300、400ってそんな気がするんですよ。いやだから結局割り切りだよね、うん、であとあの直販という形でこれのなんて言ってね一番大きいのはこういったものが新たな世界で直販で買える時代になったっていうのが一番大きいかなと。でそれをやるときにいろんなものつけないでやっぱりこうドライにこの辺の規格はここ、この辺は規格は狙いはここステンレス、キャビネットの数を少なくしたりコストダウンする、あの価格っていうところ届くデザイン性がおしゃれっていうところに特化してるんだなと思うんですけど、他にちょっとキッチンいろいろあるんでちょっとご案内してもらって。はい、はい、もちろんです。こちらはサーマーカンパニーのキッチンの中で一番グレードの高いものになっています。中としてはあのオールステンレスになってるんですけども天板がお気づきの通りでそうです。シリーズとしてはグラッド LX です。グラッド、まえちゃんこれいいよこれこれめちゃくちゃ良くない？いやさっきのステンレスは好み分かれるじゃないですか、はい、こっちはもう違いますね、うん、これガゲナウですよね。ガゲナウ入っています。こちらの方はあのオールステンレスなんですけども、まあ、バイブレーション加工をしている上に黒の塗装を手作業でつけているのでこのようなほんのりとした黒い色合いになっています。これステンレス？はい、ステンレスです。ステンレスのカラーステンレスだ。中もこう開けていただくともうグラッド45と一緒ですね。オールステンレスの、はい、こっちの方が素敵ですね、まあ、当たり前ですけどありがとうございます。でこれね、これ見るのよたまに。でもこんなにこのコンロが合うキッチンって珍しいんですよ。まじゃこれ合うでしょ、めちゃめちゃ。初めて見ました。これあるのよ。かっこいいです。うん。これね、あるんだけど、あのショールームの展示でこれがね展示されてるのはなくってかっこいいなと思ったけど、これに合うキッチン全体のこの、まあ、今最近でいう塊感みたいなものをちゃんと出してますよね、うん、アルミトップなのでお掃除もすごいしやすい天板になっていますね、うん、面白いでしょ。アルミトップってないの？アルミトップ初めてしました、うん、ショールームの展示に使わないのよ。これちょっと個性的で、うん、ここ、はい、ね、かっこいいでしょ。これガゲラのこういったところと
すごく合いますね。合いますね。ちょっと良くない。あ、おしゃれ好きのまえちゃんが、おしゃれ好きのまえちゃん。めちゃめちゃかっこいい。で、中がステンレスっていうのはいいですもんね。あのクリナップのセントロで、はい、去年出たダークステンレスの鍵盤、うん、すごいかっこよくて惹かれてたんですけど、うん、まさか面材がダークステンレス。これでも一番すごいのこれだよね。この辺わかるかな、これ動画で。このね、45度でここカラーステンレスにしてて質感も違うんですよね、うん、気になりますよ ね、 すね。いや、315万だよ。でもこれでだよ、ね、ああ、うん、でガゲナウ入ってるだよ、うん、いやだってリズム下げようと思ったらガゲナウとか、これも最高級だもん。最高級ですね、うん、こちらは、はい、最上級の次ぐらいですか。これはグレードとしては次の最上級の次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 ぐらいです。え、そうなんですね。ちょっとそうすると、はい、先にお値段、まえちゃん、はい、ハウマッチ、ダメダメ、いくらだと思う。全体見て、まえちゃん当ててみて。目いいからダメ。目いいもん。食洗機も入ってる。入っています。で、この雰囲気。これは200、うんうん、さっき300、250。いや、もうそれでもう販売しちゃいましょう。答え先に言いますけど、これ需要がありましたね。これね、97万5000。だから、いやだからこれね、何かっていうと、こうあれだよ、あの高いか安いかっていうのは使ってる機器とかそのキャビネットのその工夫によって、見た目のデザインっていうのは高級感見せることはできるんだけれど、さっきと絶対的に違うところ、これ扉は？はい、こちらの扉の面材はあのシートでできておりまして、で、まあ、やっぱり特徴的なのがこの、うん、なんと言いますか、モルタル調と、うんうん、まあ、あのこの金属っぽい風合いを、ね、混ぜ合わせたような。これ聞いたのは金属っぽいでしょ。さっきのステンレスのこの塗装までのツルツル感ないけど、何この雰囲気の金属っぽいですよね。はい、っていうような風合いを出したカラーバリエーションがこちらのキッチンにあります。これプッシュラッチね。いや、もうなんかこれだけでよくない？このこっち側の見た目のところだけで。今ね、あの、リホナビの、はい、ユーザーさんでもサンワカンパニーの、キッチン入れていて、昨日かな、なんか工事してるところあるんですよ。だから、あの、今日もあの撮影しますよっていう話にしたときに、また楽しみにしてます。だからビフォーアフター上がるんだけれど、こういうことだったよね。すごいね。だからこっちがリズム下げてるのは、はい、コンロもさっきよりはグレードでも、これガラストップの形、はい、ただまあこの辺は、リーズナブルなものだから、ね、これもまたグレードアップできるし、はい、水栓はこれどちら？パルベルですね。でセンサー式なので、こちら手をかざすとお水が出るタイプになっています。あるんですね。マジャさん、こうだんだん見るとさ、なんかもうこういうの海外っぽくてかっこよくない？なんかこの辺好きでしょ。これモノマガジンじゃないけど、こういうところでしょ、好きなのが。いや、あの好きなんですけど、うん、あの手が届くと思ってなかったんですよね。あの正直、マイちゃんのあのキッチン、ざっくりいくらぐらい覚えてない？200ね。そうだよね。いや、だからちょっと、いや、こんなキッチンはそもそも店頭からできると思ってなかった。これは相方もあるんですか？はい。ってことは、まえちゃん多分ね、ミーレじゃなくてガゲナウいけたよ、食洗機。いや、コンロだってあのアルミいけたよ。食洗機入ってるんですよね。入ってますね。これで、あ、ね、はい、全部内訳が出ているので、本体の価格としてはこちらの。いや、だから何にこだわるかだよね、結局はね、うん。まあ、一番のやっぱ強みは直販という強みだと。直販これで、こっちこんな感じで、ここは、ゴミ袋引っ掛ける感じですか？はい、引っ掛けられるようになっています、ね、これ良くない？これいいですね、はい、こんな感じでね、うん、いや、好き、
これ分別の形でこういうのできるんですね。はい、ステンレスの天板ですね。これどうでしょう。ここ真ん中にしていただくと。なるほど。あ、はい、3段で。3段で。この辺もね、やっぱり工夫してるわけよ。何を工夫してるかっていうと、扉を1枚にすることによってお値段下がるのよ。扉が3段になると3つ作らないといけないでしょ、うん、扉1枚になったらリーズなんて。でも使い勝手としては、まあ、見た目もこう面材主張しながら3段引き出しと同じ使い勝手ができますよ。だからとにかくあのデザインとコストを工夫するような、そこがやっぱ強みなんだろうな。そうですね、やっぱり3段前に出てきてしまうと、うん、線が3枚出てくるので、うん、これをもう1枚の板にすることでなるべく線をなくすっていうところがシンプルさ、ね。まあ、洋服もおしゃれは我慢というけれど、逆に言うと機能だけを追求するのもあるけど、この世界観見たらやっぱおしゃれとかね、見た目とか、あとコストダウンっていうところに多分いろんなノウハウというか工夫割り切りが多分あるんだろうな、はい、だってこういうのつけたらいいじゃんっていうことですよね、うん、中のところ、こういう感じで空間としてご提案しているのが三和カンパニーの特徴になっておりますので、全体として見ていただければと思います。でもね、ちゃんとね、ここはね、ダンパー式の長板使ってるね、ゆっくりこの形ゆっくりでしょ。今までいないよ。いや、面白い面白いですね。いやー、なんかキッチンっていいなと思いますね、はい、こちらの商品の名前はエレバート EX というお名前になります。エレバート EX、 神田が人工大理石、はい、扉が、はい、こちらもシートですね、うん、でホワイトにこの鏡面のホワイトが特徴的です、うん、もう前ちゃんもう、もうこれからもう金額、ここに、ガゲナウの60入ってます。こっちもガラストップ、これちょっとさっきより明らかにグレードは高いです。これね、どちらかというと箱じゃないのよ、入ってる機器とかによってかなり影響が、うん、この辺ってディスカウントあんましないから、うん、ガゲナウだよ、これも最高級だよ。今度これこそ230、うん、いいとこ言ってんじゃないですか、うん、残念さ160万、え、ガゲナウ、なんかわざとらしいリアクションになってないかな。だからね、本当だ、160万でいけるんだよこれ。いや、ここを少しこう厚みを持たせるしっかり感もかっこいいですよね。はい、今だと大体普通薄みつけてやるけれど、あえてここをしっかりと厚みを持たせる、この辺もこの、キッチンのなんかこう今までと他のラインナップと違う、あ、これはこれで、高級感ある。長いキッチンだからこそ非常によりこの辺もしっかりと見えてくるのかな、うん、そうですね。こちら後ろ側に収納付きになると、この奥行きが1メーターあるようになります、うん、なのでしっかりとした、そう、しっかり感ありますよね、はい、すで、やっぱりこうフロートタイプというか、ここがちょっとこうけこみ、はい、ここ横から来た時にここに入るような、この辺が浮いてる感覚も、もちろん全部のキッチンは壁付けの相方はあるわけですよね。はい、ございます。で、先ほどちょっと言われたトール収納が1枚持ってなったのはこういう感じ、こちらですね、はい、こんな感じで中の方にザザザザザッという形。扉をそのまま収納できるようになっています。使うときはもうキッチンこういうふうにしておいて、終わったら閉める、うん、こちらは期間限定でアート作品を展示しておりまして、そうなんです、各所にアートが展示されています。あ、ショールーム自体が今アート作品を展示して、そうなんです、これ毎日映してみて、あそこにもやっぱこの青山のショールームおしゃれだなって、他とはショールーム違うのがやっぱりだからデザインとかアートとかそういったところの、はい、その、コンセプト、はい、DNA がやっぱここにこう、うん、楽しいですよね、これ見てるだけでもね。はい、中でもよく聞かれるのが、はい、日本並みの方のユーザー、三和カンパニーってどうなんですか、ね、聞かれるわけです、うん、聞かれるんですよね、はい、っていうのは普通から考えると、まあ、
普通に一般ユーザーはそもそも例えば他のメーカー山さんだと TOTO いたから TOTO とか LIXIL とかパナソニックとかいろいろあるけど、それを工務店にお願いして、入れると。でも三和カンパニーっていうのは普通に購入しようと思うと他とはちょっとスタンスが違う形、この辺ってどういうふうに理解したらいいんですか。よく聞かれる質問なんですよ。はい、そうですね、私たちは先ほど申し上げた通りワンプライスなので、はい、お施主様が直接購入することもできますし、工務店さんに依頼して工務店さんが代理購入するってこともできるんです。だからまあ言えば三和カンパニーの、販売するお客様っていうのは、まあ、日本全国誰でもっていうことでいいんですよ。総国民っていう形でいいんですよね。で、三和カンパニーの商品を購入するにあたって例えば、こういうことは、難しいですよとか、例えば支払い方法であったり納期であったり、アフターサービスとかそういうことをちょっと聞いてみたいなと思うんですけれど、はい、そうですね、注意していただくことはやはり施主支給なので工務店さんが普段やっていただくようなことをご自身でやる必要があるんですね。なので少し手間はかかります。ただ手間かける分自分の好きなものがここにできるっていうメリットがあるんです。住宅設備を自分で発注、例えば施主支給で、まあ、工務店さんが発注してもいいんですけど、その分のメリットって何ですか。やっぱり他とは違うものが手に入る、デザイン標準仕様ではないものが選べるっていうのが一番のメリットです。作っているところはさっきも聞きましたけど自社では作ってないんですよね。協力工場さんが作っております。これは、商品ざーっと今日見てきて思ったのが、もうとにかくデザインとかが面白い、オリジナル商品もいろいろあったんですけれど、はい、社内ではどういう形で商品開発みたいなチームがあるんですか。そうですね、商品開発チームがあります。特にそういったところで、なんか社内の中で、目的とするそのコンセプトというか三和カンパニーとしての、商品作りってなんか考え方ってあるんですか。 DNA がずっと見てるとあ、なんか他と違うぞと思うんですけどそうですね、デザインコンセプトはミニマリズムです。これはみんなが共通認識として持ってるコンセプトです。ミニマリズム、想像なんですけど結局余計なものをそぎ落としてという形でいいんですかね。そうですね、余計な機能は全部そぎ落として必要な要素だけ残しましょうっていう考え方。確かにそうですね、今日見てたら例えばミニマリズムのその、代表的なのさっき例えばお値段すごいリーズナブルだけど、まあ引き出しのねところを収納なんかは収納ボックスで無印でいきましょうとか、そういったところもありますよね。まさにその通りです。他なんかあります。パッとこう永井さん見ててこの辺って、三和カンパニーだなっていうミニマリズムの象徴するようなところ。あ、象徴するようなところです。例えば取っ手がない。そうですよね、はい、あとね、前ちゃんちもそうだったけど洗面のカウンターのボールデザインのところボーンとするけど下の収納なくすと、まあ、ある意味リーズナブルになるんじゃないですか。そうですね、そこはもうあと自分でカスタマイズしたらいいっていうのがありますよね、うん、